は認知症になりました。今度は認知症。認知症は問題は全部で何問ありますか？10問です。最低6点。いくよ。はい、認知症の人の基本的な関わり。これは？認知症の人の関わりってのは、まあコツも出やすいんだろうけど、これも消去法ダメなの。あれしていて、認知症の人に椅子から立ち上がろうとする人に座っていってください。いいですか？ダメだよね、認知症の人。トイレで排泄したいという人に、トイレであれしたいという人に、今のおむつは機能が良いのでおむつの中にしてもすっきりしますという、ダメでしょ。で、おむつそのものも、これコツね、おむつとか出てきたら罰ね、息子さんの居場所を心配する人に、息子はどこなんだろう、今どこにいるんだろうと心配する人に、息子さんは会社で働いていますから安心してくださいという、これ分かんない、悪くはないよね。で、4番、家に帰りたい、家に帰りたいという人に、施設で楽しく過ごしましょうというまずなぜ施設に、家に帰りたいのかというね、その辺探るよね、聞くよね。これダメでしょ。5番、自分は何も分からなくなってしまったと悲しむ人に、案外血管性認証の人なんかそういうこと思う人おるかもね。血管性認証ってまだら認証でしょ。まともな時もあるじゃない。認証の人はもう分からなくなるかもしれないけど、普通のはね。まあいずれにしろ、自分は何も分からなくなってしまったと悲しんでる認証の利用者さん、その人に対して、認証になった人は皆さん同じですよという誰ね、ということは答えは3番なんですよね。はい、まあこれこういうことで、嘘じゃないけど嘘、まあいい嘘みたいなね、安心させること、いいことでね。はい、ということで、こういう問題の場合は答えは3を選ぶ。はい、これはね、初期のアルツハイマー型認知症の認知機能障害、時々ね、難しい問題出てくるのね。認知症の症状って勉強してるじゃない。それぞれの認知症の初期、初めの頃の症状っていうのはちょっと難しい。はい、まあ、いずれにせよ、このアルツハイマーの方の初期ね、アルツハイマーになったらすぐどういう症状が出ますかというんで、これはね、もう覚えておいてください。もうエピソード記憶が障害される。まず物忘れから始まるん。あれさっき何やったっけなとかね、もう朝飯は分かんなくなる。あとアルツハイマーの人は初期の頃から検討式障害もまあまあ起きるらしいです。今いつ今日は何曜日や何日やってね。はい、まあ、とにかくこれはキーワード、初期のアルツハイマーはエピソード記憶、記憶障害から起きるよって、これ覚えておいてくださいね。大事なとこ。まあちなみにあれでしょ、時間に関する検討式障害は認められない、これもコツでしょ。検討式障害あるんですよね、アルツハイマーね。手続き記憶が障害される。手続き記憶って どんな記憶ね、泳ぎ方とか歩き方とか、あれかね、まあいろいろ、それは残ってるよね、アルツハイマーですよね、やるよね。で、違うでしょ、記憶障害の進行は急速に進む、
違うよね、なだらかに進むでしょ、アルツハイマー。違うね、若い頃のことを忘れてしまう、あくまで初期だからね。若い時のことを覚えてるよね、初期の頃は。となったらやっぱこれしかないよね。はい、いくよ。はい、前頭側頭型認知症、これ他の言い方は何て言いますか。ピック病ピック病いいですか。ピック病の人は意地のいい人、悪い人、悪い人ね悪くなっちゃうね、ピック病の人ね。ああもうめちゃくちゃになっちゃうんです。あ、性格が変わるんです、ね、はい、その人です。前頭側頭型の特徴、物忘れしたことを分かる、原始ないものが見える、抑うつ、落ち込む、急速な進行、どんどん急激に悪化する。5番、常動行動、いつも同じ行動をする。で、覚えてる？これも 前頭側頭型だったらもうこれ必ずこれ来なきゃいけないんでな。性格が悪くなる、赤信号でも渡っていく、人のものを取る、あと常動行動ね、 いつも同じことばっかりやるってね、キーワードあったでしょ。これはもう勉強しとけば必ず取れます。物忘れ自覚するって、物忘れしたことが分かってやばいな、物忘れひどいなって、なんかあれ血管性認知症の人多い、これね。血管性認知症は物忘れしてもそれが初期の頃は自分で分かる。だから落ち込む。原始認知症の原始って言ったらどの認知症？レビー小体型認知症。レビー小体思い出して、リコール抑うつはこれも認知症の人の BPSD ね、うつになる人多いよね、みんなじゃないよ。急速な進行、認知症が一挙に悪くなるのは なんていう認知症、そう、ヤコブ、フェル、ヤコブなんとかフェルイとヤコブよはい、そう、ヤコブって覚えるわけね。フロイトフェルト・ヤコブ病だっけ、なんかそういう名前ね。はい、だからこれとこれは必ずこうリンクさせなきゃいけないし、必ず答えなきゃいけない問題よ今の。次、80番、息子と二人暮らし、息子によると1年前から夜中に知らない人が窓のそばに立っている。今ピンとくるでしょ、どんな認証か。原始は原始は、まあ、レビー小体型ね、あのもしピンとくるとしたらね、原始で、また3ヶ月で歩くのが遅くなり、歩幅が狭くなった、小刻み歩行、パーキンソンね。ということでレビー小体ね。家事は続けているが、最近探し物が目立ち、探し物だから物忘れね。料理の作り方がわからない、料理の作り方がわからなくなるっていうのは遂行機能障害、実行機能障害ね。プランニングしてできないでしょ、わあ認証ね。で、病院で検査を受けたら、頭部 MRI で脳梗塞や脳出血はない。そうなったらもうレビー小体しかないよね。レビー小体型もうこれしかない、バッチリね。レビー小体は原始、はっきりした原始、パーキンソン症状、あとは日内変動、
一日の中でね、良かった悪かったするって、そういう3つのキーワードを覚えておこうって勉強しました。ちなみに正常圧水筒症、正常圧水筒症、これはどんな認知症？キーワード、そう、治る。水いっぱいになったものをシャント手術で腹水お腹の中に入れれば治る可能性があるっていうのと、あとね、最近ズームなんかに出てきてるんだけどあんまり勉強してないんだけど、正常圧水筒症、これ覚えておいてください。尿失禁と、もし出てくるとしたらね、あと歩行障害だっけ、これがね、正常圧水筒症には出てくるんでしょう。キーワード、尿失禁と歩行障害、うん、あともう一つ治る認証があったよね、うん、慢性硬膜下血腫、慢性硬膜下血腫、あれは血腫を取ればいいだけね。で、慢性硬膜下血腫にはこういう特徴書いてないんだけど、この正常圧水筒症の場合は症状で尿失禁とか歩行障害見られるって書いてあるね。これちょっと押さえておきましょう。はい、慢性硬膜下血腫ありました。これも手術したら治る可能性がありますよ。血管性認知症、これは脳卒中とか、まあ、基本的に脳卒中ね、 脳出血とか脳梗塞で、それが原因で認知症になるね。で、うつ病、うつ病は認知症に似てる病気と、この辺全部押さえとかないかんです。はい、これは読んだらもうレビー小体ってね、ピーンとくるようにしてください。はい、次いくよ。はい、スケールです。スケール、認知症、認知機能の評価、出てます。長谷川式認知症ファースト、MMSE、 これ勉強したよね。ね、でこういうものってのはどの程度認知症なのかって、あの、例えば長谷川式っていうのは30点満点で20点以下だったらちょっと認証が進んでるな、だったよね。質問したでしょ。100引く7はなんぼ答えてそれ引く7は、はい、で、そういう質問をして答えさせるでしょ。で、20ポイント以下だったら、あ、ちょっと認証進んでるなってね。でもあれはあくまでもお医者さんが診断するんじゃないんです。認知症かどうか診断するのはちゃんとこう、あれ、この上にあったか、 MRI とかいろいろこう検査しないと認知症って診断しないんだよ。わかるね。あ、脳が縮んでるなとかね。はい、その上でどの程度進んでるのかなっていうのをスケールって、これ両方使いますよ、認知症診断するときに。はい、長谷川式ありましたので、 MMSE もあった。これは長谷川式と同じようにやっぱこう質問して答えてもらうんだけど、これも30点満点だったね。で、これ23点以下だったら認証になってるなってね。で、これと長谷川式の違いは、MMSE はこれ世界的、これは日本で多い世界的なのと、あと同じ三角を書きなさいとかいう、そういう質問もあったよね。 MMSE はこっちは 100-7 はとかね、普通に質問するのね。そういうのを思い出してください。で、ファーストって何でしたっけ。あったね。パーキンソンはフォーエンヤールね、アルツハイマーはファーストっていうふうに覚えようってあったじゃないですか。思い出して。アルツハイマーね、ファーストね。はいはい、そういうことでいきましょう。認知症機能の評価を思い出してください。長谷川式は認知症の診断が可能である、
診断はしないって言ったね今ね。診断はお医者さんがちゃんと MRI とか CT とかねいろいろやって、ほんでこれもやるんです。これは診断じゃないんです。はい、ファースト、これはアルツハイマーの人でしたね。違うね。はい、 IADL 手段的日常生活動作のアセスメントは軽度の認知症において有用である。認知機能の評価なのにね、全然関係ないねこれね。 MMSE 日常生活の行動観察から知能を評価する検査である。これとこれは質問式ってあったでしょ。長谷川式と MMSE は質問式、質問して評価するね。でそれ以外が全部観察式だってね。はい、ということで観察式じゃないんですよって。 MMSE はあくまで質問ですよって。で言語機能が障害されるとうまく喋ることができないと認知症の重症度評価はできなくなる。この長谷川式と MMSE は質問させるから答えなきゃいけないんで、これは難しいね、喋れない人。でも観察式は全く関係ないね。わかる意味。観察して評価する場合はその人が喋ろうと喋らないと関係なく普通に評価できるでしょ、観察式は。だからこれもおかしいね。ということで「これダメでした、これ違いますよ、これも違いますよ、これも違います」、結局は3番なのな。だよね。だから有用なんだって、うん、だからこれも結局あの消去法、ダメなの全部取っていったら残り勉強してないけど、もう3番これが答えになるねってね。はい、軽い認知症の人はあの ADL じゃなくて料理のやり方とかをそういう IADL を見ながらある程度評価できるよって言ってる。はい、結局3番になりました。いいですか。はい、血管性認知症、血管性認知症っていうのは脳卒中でしょ、脳出血とか脳梗塞とかそれが原因で認知症になる人。血管性認知症の危険因子、何が原因になりそうですかってね、認知症の家族歴、その方の家族、はい、甲状腺機能低下症、甲状腺機能聞いたことないよね。頭部外傷の起用、昔頭怪我しましたかってね、あまり聞いたことないよね。メタボリックシンドローム、メタボって何？内臓脂肪がいっぱいついてきて、コレステロール、要はあのあれは何？脂質異常症ってね、コレステロールが異常についたり、あと高血圧になったり糖尿病になったり、そういうのメタボってね、メタボリック。そういう人は脳血管疾患になりやすいよね。脳血管疾患になると。中には血管性認知症になることあるよね。だこれ一番危ないじゃん。これね、メタボの人は血管性認知症になる可能性高いよって。なぜって、脳血管疾患起きやすいから、脳卒中ね、脳梗塞。だこれさ、これだよね。ダウン症候群、ダウン症の人って何も聞いたことないよね、勉強でね。はい、まあそういうことなんですけど、これはもう血管性認知症って言ったら脳梗塞、あ、脳卒中ね、脳梗塞、脳出血が原因になるよ。その原因はって高血圧、
コレステロールでなったらこうメタボリックってね、メタボからつながります。これ間違わない、間違ったらダメな問題ね。はい、次、認知症の人の日常生活上の支援、認知症の人をどのように支援しますか。で、次に何をすればよいか判断できない人にはヒントを伝えて一人で考えてもらう。これいい？ヒントを与えるけどあと一人で考えなさいって冷たいでしょ？ダメよね。通所介護、デイサービスを利用する曜日がわからない人、曜日がわからなくなったの、デイサービスいつだっけって、入所への、あ、施設への入所を進める、ここも施設入所も試験のことね、罰ね。はい、自分が今どこにいるのかわからない人にはその度に場所を伝える。これね、あの何々するたびにって一応こうコツでは罰でしょ、一応罰のコツなのね、常に何々するってなんだけど、まあこれが答えになるんだけど、なぜって今どこにいるのかわからない人ってのはあの見当識障害でしょ。その時に見当識障害を少しでも良くするセラピーがあったでしょ、両方何リアリティオリエンテーションって、リアリティオリエンテーション覚えてますか。はい、今日は何月何日って、またちょっと後、今日は何月何日ってね、今は教室、また後で、今は教室って、そうやって、ね、よくするんですよ。だからそういう意味でこうその度に場所を教える、分かんなくなったら今は教室ですよって、だからこれいいことなんですよ。だからコツの例外ね、これは見当識障害のリアリティオリエンテーションっていうのを知ってれば、あ、これ必要だよねってね、とコツの例外になります。着衣失効、服の着方が分からなくなった人、着衣失効ね、ある人に着脱のたびに、これはもろ試験のコツの罰になるんだけど、これ罰なんだけど、着脱のたびに介護職が代わりに行う。もう必ず介護職がやってあげる。試験のことの全解除と一緒でしょ。だからこれはもう全然バツバツなのね。数分前の出来事を思い出せない人、さっきのことを思い出せない人いるよね、認知症の人いっぱい。昔の思い出を聞かないようにする。全然関係ないけど試験のことのバツだよな。はい、ということでやっぱ3番しかないねってなります。これ RO リアリティオリエンテーションですか。勉強しましたよ。はい、在職中に若年性認知症、若い人の認証ね、何歳まで？64歳までね。65になったら普通の認証だから、64歳まででアルツハイマーとか脳血管とかで認証になった人はみんなまとめて若年性認証って言いますね。特に働き盛りの人が多いんですよ、男の人、特に男が多い。原因はって脳血管疾患が一番多い。はい、なった人の家族大変だよね、バリバリ働いてるご主人がいきなり若年性認知症になるんだから。はい、その家族について最も適切なもの、まあこれはね、まあ答えはこれなんだけど、
で、いきなりお父さんが認知症になったら子供世代に与える心理的な影響でめちゃくちゃ大きいよね。だからまあ普通にまあこれなんだろうなってね、これ選ぶんだけど、本人への病名の告知は家族が行う。病名の告知するのお医者さんだよね、家族じゃないよね。お医者さんがちゃんとこう告知してあげなきゃいけないでしょ。4番、家族の気づきによって早期発見されることが多い。これちょっと分かんないね。でも本当はなかなか分かんないんだけどね、早期発見できないんだけどね。家族そんなに気づかないよね。まさか50、40、50の人ご主人がいきなり認知症になるとは思いもしないでしょ。だから物忘れしてきたったら、あよくある、ね、中年だと物忘れするんだぐらいだけ、なかなか気づきにくい。身体的機能に問題が認められないので家族の介護負担は少ない。ご主人がいきなり認知症になったら介護負担めちゃくちゃ多いんですよ。だあの若年性認知症のキーワードは家族の介護負担がめちゃくちゃ大きいのと、まあこれもそうなんですね、家族に与える影響大きいです。子供が若年性認知症になる可能性が高い。遺伝かどうかって、遺伝なんてあまり聞いたことありません。なんでって言ったら、原因は一番多いのは脳血管疾患、血管性認知症、2番目アルツハイマー。こう基本的に遺伝とか言ってないでしょ、高齢者もね。で特にそんなこと関係ないよねって。やっぱ子供に与えるこうメンタル心理的な影響大きいよ。いきなりお父さんが認知症になるんだもんな。単に交通事故で入院するわけじゃない、認知症になるの。はい、ということでよく考えればもう1番しかないね。はい、長い長い長いです。何ですか。D さん、3年前に引っ越してきた。介護職の近くに、要は介護職がいるんだね。その近くに3年前にこの利用者さん引っ越してきたんだって。で、引っ越してきた時から利用者さん一人暮らしですよ。で、最近利用者さんが米が盗まれてしまって夕飯が作れなくなって困っている。米を貸してほしい。これちょっとピンとくるよね、認知症の人で米盗まれてしまったね。で、と夕方 E さん、E さんって介護職ね、介護職の家をたびたび訪ねるようになった。しょっちゅう来るようになったんで、米盗まれたんで。はい、で利用者さんの家族は海外赴任中なので息子さん海外にいます。だから何もできないよね。介護職は話を利用者さんから聞いたことがある。でその息子さんに会ったことはない、介護職もね。そういう状況です。はい、こういう状況の時に E さんが、介護職が利用者さんについて相談する機関として最もいいところどこですか。こういう状況で、はい、一人暮らしですよ、認知症になったみたいで米が盗まれて夕飯が作れなくて困ってるって頻繁に来るようになった。息子さんは、夫婦は、家族は海外にいるから何もできない、一人だけですよ、どこに相談しましょう。はい、どこに相談しますか、認知症の一人暮らしの人。もうこれしかないよ、これはね。地域包括支援センターはそのエリアの認知症の窓口みたいになってる。地域包括支援センターの機能、認証ネットワーク作ったりとかね、もう何でも相談は地域包括支援センター覚えておいてください。認知症ケアエリアの。どうですか。地域包括支援センターって誰がいるんでしたっけ。
保健師さんと社会福祉さんと主任ケアマネージャーね。でそこでやることは介護要望関係やるよね。社会福祉さん何やってた？もう高齢者の何でも相談窓口だったでしょ。虐待、権利擁護、そういうところでね、認知症関係ももう地域包括センターがしっかりやってくれるんでしょう。ここまではっきり書いてないな。うん、とにかくそういう高齢者が困ったことあったらもうとにかくここに相談する。何でも相談窓口ね。地域包括支援センターよろしいですか。ちなみに福祉事務所は生活保護とかもう本当に暮らしていけないような時にね、生活保護で相談行くでしょ。居宅介護支援事業所、ケアマネ事務所に相談に行くのにちょっとおかしい。認知症疾患医療センター、いやそこじゃない。結局地域活動支援センター、これね認証関係なくね、なんかね精神障害者の人かな、あまり覚えてないいいですか。認証の人、権利擁護、虐待、そういう窓口はもう地域包括支援センターだからね。はい、次。認知症の方が施設外、施設の外へ出て行って帰れなくなることを繰り返している。わかるね。出て行って徘徊して行って帰れなくなってる。でその予防対応、予防的対応、その F さんへの予防的対応として最もいいもの、はい、徘徊して出て行かないようにするにはどういうこと、どれがいいですか。F さんが出ていこうとするたびに制止する。認知症の人制止するのダメだってね。寄り添わなきゃいけなかったでしょ。ダメって言ったらダメでしょ。何するたびに、これもコツなんだけど、制止する、これ認知症の人ダメでしょ。 F さんの要は否定しちゃダメなんだよな。F さんの視線の高さに合わせて、利用者さんの目線、視線の高さに合わせて出入り口に通行止めと書いた札をあるこれだって結局制止する、否定してるってことでしょ、止めてるってことでしょ。これ良くないよね。これもしかすると身体拘束に近いかもしれないね。行かないように縛るの身体拘束でしょ。あと鍵閉めるの身体拘束ですよ。それに近いかもしれないよ。はい、F さんにここがあなたの家ですと繰り返し説明する繰り返しも良くないんだけど、試験のことでダメでしょ。出て行かないでください、ここはあなたの家ですからで何度も何度も言う、ありえないね。 F さんと一緒にスタッフも出かけてで戻るように指示する。これに近いようなことをやるよね。今までね、徘徊するときに一緒に行って、でバス停でこう一緒に座ってて、ほんとはもう忘れちゃうから、そろそろ帰りましょうかって言って施設に連れて戻るのはあるんですけど、もう指示するとこの罰の試験のことでね、それはありえない。指示するありえないですよ。だから F さんの日常の様子を観察した上で、もうこれも試験のことでボロね、丸コツでしょ。日常の様子を観察した上で出ていく理由や目的を検討する。要は気もなんでなんだろうかって気持ちを察するとかね、めちゃくちゃいいよねこれ。
だからこれ読んだらもう5番がめちゃくちゃいいっていうのはもうよくわかります。はい、そういう問題でした。